ハロー、ポンポヨちゃんだよ。今日は、みつりちゃんのプラパンを作るよ。オーブンに入れた、みつりちゃんが、曲がってきたよ。大丈夫かな？だんだん小さくなったね。お、いい感じかもです。完成します。それでは、初めから説明しますね。まずは、プラパンにしたい、イラストを、用意するよ。まず、輪郭を描いてから、髪の毛を描きます。みつりちゃんは、髪が長いから、描くのが楽しいですね。髪型が完成したよ。次は、かわいい目を描きましょう。目が描き終わったので、次は、鼻と口ですね。顔が完成したよ。次は、鬼滅隊の服を描いていくよ。いい感じですね。あとは、刀と、残りの服を描きましょう。刀の模様が細かくて少し大変です。これで下絵は完成だよ。次は色塗り開始だよ。可愛く塗れるかな。裏面から色を塗りましょう。油性マジックがなかったら、クレヨンで OK です。クレヨンのピンクが、とても綺麗な色ですね。次は、顔を塗るよ。クレヨンの色が、いい感じですね。目の青色がとても綺麗です。毛先の黄緑色も塗りましょう。
色を塗り終えたら、キーホルダーの形に切りましょう。切り終えたら、いよいよ待ちかねの時間だよ。さあ、オーブンに入れましょう。まずは、アルミホイルをシワシワにします。こうすることで、プラパンがアルミホイルにくっつかなくなりますよ。さあ、みつりちゃんを入れましょう。スイッチ、オン。時間は、適当で大丈夫。だんだん、熱くなってきたよ。熱い、やめてー。シワシワになっちゃうよ。小さくなってきたね。形が落ち着いたら取り出そう。素早く挟もう。物は何でも OK。 曲がったプラパンをまっすぐにするよ。雑誌でギュッと。みつりちゃんのプラパンが完成したよう。表はとても可愛いですが、裏を返すと怖い。オーマイガー。裏は隠してつけましょう。これあれだね、キャラが4人揃ってるやつだね。ダイソーのマーカーですけど、意外と発色が綺麗でした。そうです、ダイソーの油性マーカー5本セットかなんかで作ってるんです。色が足りなくて塗れませんでした。はい、どんな感じになるんですかね。ポンタ君、頑張ってくれますか。はい、お願いします。これ船からね、気をつけてね。全然合わないけど。ウニョウニョタイム来た？うん、来た来た来た。ウニョウニョタイム来ました。ここが開いたね。まだだね。ママ来ない？はい、ちょっと危ないです。暑いよ。暑い暑いからね、気をつけてください。お、できたね。こんな感じですか。でもいいんじゃないですか。はい、次は全員作りいきます。はい、お願いします。取れない、どうしよう。取れないよ。こ
チンコチン。こちら。はい。ああ。スイーツくんがなんかちょっと雑誌の切れ端がついちゃった感じになっちゃいましたね。でも洗えば落ちるかな。あ、でもこっちも切れちゃうと。こっち切れじゃん。うん、切れできたね。あと裏側はまあ、あの水で洗えば綺麗に取れそうですね。はい。演出も完成しました。これ取っていいよ。こっちの方がいいね。そっちの方がかっこいいね。うん。うん、はい、いい感じじゃないですか。またねー。チャンネル登録お願いします。